ばんは、ジャンチーです。モンスターストライク鬼滅の刃とコラボしたのご存知ですか？私はご存知です。最近ですね、とうとうね、遅くなりましたがですね、鬼滅の刃アニメをね、見ましてね、ハマりましてね、本屋さんに行って、いろんな本屋さんに行って全巻を大人買いしました。アニメはですね、3回目ですね今。というわけで、モンスターストライクとね、コラボするってちょっとね聞いたので、ちょっとデビューしてみようかなと思いまして、話題に乗っかってね、というわけでちょっとやってみたいと思います。はい、というわけでですね、モンストが今ですね、いろいろやり終えた後です。ちょっとね、友人にモンストガチ勢の方がおりまして、ちょっとご存知の通り、私はゲームが下手くそなので、このペースでやっていくと多分コラボが終わってしまうので、ちょっとお手伝いいただいて一緒にやりました。で、今この状態になっております。で、こっからねやっていこうかな。はい、ここのゾーンですね。ここのゾーン、ここの方たちさあ行けますでしょうか。あ、炭治郎ですね。別炭治郎だ。あ、これ日の神神楽の方か。富岡さんですね。銀雄さんですね。進化すると、あ、呼吸使ってますね。なるほどなるほど。あと、いつくんですね。泣き虫戦いつくんが、あ、一戦だ一戦、ジュンというやつですね。はい、ねずこだ。もはや箱から出てきてすらいない。あ、進化すると、あ、ミニねずこね、ミニねずこで、さらに進化すると、あ、鬼ねずこになるわけですね。で、あ、しのぶさんだ。しのぶさん欲しいな。私しのぶさん好きなんですよ。あー、いいですね。これ欲しい。これいいな。しのぶさんゲットしたいな。こんばんは。今日は月が綺麗ですね。おい、声出るんかい。最高じゃないか。というわけでですね、このキャラ的には伊之助と善逸くんは割と出る。で、炭治郎と富岡さんと忍さんはかなりレア。で、下の方たちはもう見覚えがあるの敵の方たちですね。というわけなんで、だからあれですね、まあこれからちょっとガチャ引いていきたいんですけど、富岡さんと炭治郎と忍さんが出たらすげえってことですね。じゃあ行ってみましょうか。出ました。さあ行くかな。私こういうガチャ運ないんですよね、本当に。初めてですからね、こういうの。だから本当に携帯ゲームすらもやったことがないんですよね、私。全然ポケゴーが初めてだから。じゃあやってみましょうか。これ、こっちね、こっちの方が。じゃあこの10連ガチャかな？こっち行ってみようか。10連ガチャ。星4以上のキャラが10体当たるよ。オーブ50個も取られるよ。あと1回ガチャれるよ。よし、行こう。50個ですか。ショイン。よし、行くぞ。えい。どうかな？さて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 。来た。はい。お、いきなりスーパーレア、てんくん。しょんぼりモードですね。いいね、いいね。次。ケンタロース。デブケンタロース。ケンタロース。もういい。あ、ちょ。善逸くんじゃなくて伊之助だ。やったースーパーレア、嬉しい。あ、そっかそっか、一度出たものは変わらないんだ。氷の戦士。あ、善逸くんだ。おい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 おー、おまけだ。おー、なるほど。で、これはモンストガチ勢の方から教わったんですけど、いわゆるこの今星4ってあるじゃないですか。で、星5以上がやっぱよりレアらしいんですね。星5が出てないのを爆死というらしいです。私は今爆死したようですね。でもこんだけ善一くんと伊之助が出てくれたらね、もう嬉しいですけどね。はい、じゃあ、せっかくなんで、ちょっとこの子たちを強化して、一回ゲームやってみようかな。はい、というわけでちょっとやってきましたよ。じゃじゃんじゃん。善一くんですね、いいですね。はい、じゃあせっかくですね、強化も進化もさせたので、ちょっと戦ってみたいと思います、一発。ふん。上級、鬼を連れた剣士。これアニメのやつだ。よーし、行くぞ。こうしようかな。アザックス。チクった。これゲージ貯めないといけない。うわー、なんかもうこれが鬼って、この敵出てきそうですよね。なんかすごい出てきた。
浮いてくる。これアニメですね、完全にこの音が。またね、また鬼来たわ。おお、なんかいた。うじゅ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 う。のすけがすごい飛び回ってる。さすが。お、倒した。この収集品の中にその娘のかんざしがあれば食ってるよ。女食ったやつだ、こいつ。嫁を食ったやつだ、嫁を。あのモブモブの男の子の。いや、みんな鬼にも悲しい過去がありますから。泣きましたよ、もう。泣きすぎてとんでもないことになったもんな。今無意識に後頭部やったみたいですよ。リサさんの歌だ。やば、めちゃめちゃお子じゃん。おーおーい、よし、勝った。ステージクリア、やったねー。みんなこれをやってるんですね。はい、じゃあ次ね、さっき上級倒せたんで、ちょっと別のやつで1個上のやつやってみようかな。あ、最終選別だ。よし、行くぞ。あ、もういるじゃん、これも。これもういっぱい食べたやつでしょう。まったくもう。うえやす。逃げた？あの天使逃げたぞ。あいつ敵か。おーい、ダメだ。失礼しました。また来たな。あ、閉じる。俺の可愛いキツネが。ぶちかまそう。これ作ったか。うわー、来た来た来た。もういっぱい食べたからな。サビとも食ったからな、こいつ。あ、もぞもぞしてる。うわ、逃げた逃げた逃げた。追かけるぞ。追かける前に倒さなきゃいけなかった。よし、ここでこの音楽が流れてきたということは調理が使えます。いきますよ。じゃあここで行こうかな。シャイ、ういー、いいね。すごいすごいすごい。強い強い強い。おお、エクセレント。すごいすごいすごい。もうなんか画面がわからない。どう見ればいいんだろう、これ。ちょっとチカチカしてるな。な？あ、多分これ撮ればいいんだよな。これですよね。よしよしよし。ちょ目がチカチカする。オッケーオッケーオッケー。バイ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 。あと少しじゃない？ね。で、全員。難しいね。よしよしよし、いいんじゃない。よし、起きてきた。ちょ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 、逃げた。これで、もうこの曲聴くだけでね、シーンがね、こう頭の中にね、来て泣けるんですよ。来たー、サビとの恨みじゃ。よし、炭治郎になった気持ちです今。よーし、よしよし、玉、玉、え、いる？これいる？スーパーレア、スーパーレアの立ち位置でいる？これ、カメさんだ、魔法使いカメさん。ありがとう、爆豪くん。あなたのおかげで勝つことができました。はい、というわけでですね、ちょっとこんな感じで、もう一回ね、ガチャ引きたいので、ちょっとこのオーブをために、ちょっとやっていきたいと思います。はい、というわけで、ちょっと頑張って、貯めました。オーブちゃんですね。で、先ほど爆死したので、ちょっと今回こそ、集
当たりたいという気持ちを込めてやってみたいと思います。ちょっと忍さん狙いでいきたいですね。やっぱ忍さん欲しい。まずこれをやります。これでガチャルでいいのかな。よーし、これで一発出たらすごいっすよ。ドン。おー、スーパーレア。誰だろう。よし、じゃあ行きましょうかね。もう50個だ。50個しか貯めてないからね。じゃあ行きますよ、ポチ。さあ、来い来い。銀の玉出しよ。来い来い来い。うん、あ、来た。はい、スーパーレア誰だ。よしこ、5だ。あ、5だ。爆笑免れたぞ。誰？ドッグじゃん、ドッグ。嘘。あ、うん、終わりかもしれないぞ、これは。これは？はい、ありがとうございました。でもね、5は2つ出てるんだけどな。ありがとうございました。うん、はい、というわけでですね、残念ながら爆死は逃れたものの、忍さんや炭治郎義勇さんは出なかったです。悲しいですね。やっぱそんな甘くはないですね。でもせっかくなんで、ちょっとるいくんのねやつで、まだ必殺技とかね絶句の見てないんで、ちょっとやっていきたいと思いますよ。ちょっとじゃあもう頑張って究極ですね、いってみましょうか。ですが究極はもちろん私一人じゃ絶対に絶対に絶対に無理なので、マルチプレイでいきます。力を借ります。ちょっと炭治郎さんがいらしてくれたんで、ダブル炭治郎。うえー、偽物の絆。これもいい話でしたね、家族を求めてね。よーし、頑張るぞルイくん。ちょっと ここに行こうかな。そうだね、なんか拾わないと。よし、こう集まってる集まってる。うえー、うえー、おー、何もない。グッジョブ。長男だ。さすが長男だからな。長男だから耐えられるんですよ、いろいろと。てかすごいな、どうやって炭治郎をゲットしたんだろうか。すごいな、マジで。結構頑張りましたよね。ね、身を挺して。本物の絆だ、欲しい。はい、本物の絆ですよ。そうね、ルイくんね、ルイくんでもね。こっち行っちゃおうかな、行けるかな。はい、あ、くそ、あ、ごめんなさい、すまぬ。なんか何か起きてる、よくわかんないけど。おー、ありがとうありがとう。おお、おプルプルしてる。あ、逃げた。ルイ君をかけろ。私どこに行った。あ、いていていてた。あー、はい。おー、なんかすごいことになったぞ。おお、おー、わ、そっか、糸で吸い寄せられるんだ、ルイ君の糸でね。あー、あとターンってことか。えげつない、やっぱ長男すごいね。なんかラストップ音楽流れてきたぞ。これ倒す時のやつじゃん。倒れたわ。消費使えなかったっすね。ステージクリア、クリアしちゃいました。わーい。あ、ルイくんだ。嬉しい。とか倒したらもらえるのかな。ルイくんは敵の中でもね、結構好きなキャラなんです。赤さとかも好きだけど。あ、ウスタイムだ。すごい。あれだね、周りの人が炭治郎が強かったから。あともう一人の人もありがとうございます、一緒に。じゃないと多分死んでました。あらんこまがった。ありがとうございます。はい、ということでですね、ちょっとさっき対戦したんですけど、
対戦もしたかったんですけど、必殺技見たいなと思ってやったんですが、なんかいい感じに勝ててしまったので、今回またちょっとやっぱ見たいなっていうのでちょっと進めてみましたので、こっから使ってみようと思いますよ。ポチッポチポチッということで、じゃこれでいきましょうか。おいおいどれい、うぃー、ミシンはふぅ、かっこいい、ふぅクリアです。ここでかっこいいですね。ここでクリアで。めっちゃ気持ちいいやつですね。ゼイツくんの技はどのゲームでもめちゃくちゃ入そうですよね。ただただ。わぁ、なんかもらった。これ一回ガチャ引ける?引けない、引けるかな?なんと今、ちみちみやってたら、オーブが溜まったので、泣きの3回やってみるよ。でもシングルだからね。ここで出たらジャンチュー持ってますよ。あ、ゼイツくんだ!いやでもね、嬉しいですよ。もう一回行こう。来い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 、トラ女だー、トラ女の子だ。でもスーパーレアよ。あと1回ね。あと1回ですよ。ここに全てをかけます。いくぞー。こーい、しのぶさん、ぎゆうさん、炭治郎、もう誰でもいい来てくれくれさあ、おおでもね、最後ね、猪之助出てきてくれたから嬉しいね。はい、オーブが足りません、死の宣告です。よし、というわけでモンストデビューいたしましたが、まあでもね、2人キャラゲットできましたしね、なかなか良かったんじゃないですか。まあそんな甘くないですよね。普通に考えたってね、こういうゲームってね、皆さんいっぱいたくさん遊ぶわけでしょ。でね、お金持ちの方は課金とかもされてね、だってやるわけですから、そんな無課金でね、なかなかそんなすぐは出ないですよね。他にやってる方出ました？もし出たらちょっと報告ぜひ聞きたいです。そんな感じだったか。では今回ちょっと初めての試みでしたが、でもモンスト楽しかったです。だがしかしですね、これはですね、ポケゴーと違い結構時間がかかりますので、これはジャンチは普通にやってよかったと思います。多分今回限りだと思うんですけどねちょっとね、私が今流行ってるものと初めてのゲームのコラボだったんで、ちょっと実験的なところではあるんですけれども、またもしね、なんかこういうのでね、コラボしたりとかして第2弾があればやってみたいなと思います。結構コラボしてるんですね。なんかそのガチ勢の友人と話してたら、ほらハンターハンターとか、僕のヒーローアカデミア、ジャッジ結構漫画好きなんでいろいろ読んでいるんですけど、コラボしてたのでね、ちょっと今後も面白いのがあればちょっとまたやってみたいかなと思います。せっかくやり始めたしね。ということで今回もありがとうございました。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。